見事に2日目も3アンダーで回ってトータル8アンダーということになります。天気も心配なんで、まあ、2連覇したいっていうのもあるんですけど、その結果ばっかりにとらわれずに、まあ、ミスしてもショートゲームとかでまとめてうまくスコアが出たらいいなと思います。中学生から2位とか3位で優勝はしてないので、まあ、タイトルは取りたいなと思います。できるだけ自分の力を発揮して、得点以内の高校女子個人の部、こちらは万年池東コース、こちらもかなりの強風でした。女子になるとこういうね、可愛いぬいぐるみのヘッドカバーが目立ちますけれども、注目の選手の一人、佐渡山リリ選手です。ナショナルチームのメンバーですね。ああ、そうですね、はい、非常にでも小柄ですけれどもね今年のトヨタの時は彼女が一番大きかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、一昨年のトヨタは彼女が一番小さかったんですよね。ああ、じゃあもう各時代というか年代でもうそれだけこう割と体格差もあってってことですね。いや、特に今年は小さかったですね。あ、今年は小さかったですか、はい、西村フレー。あ、なるほどね、はい、佐渡山選手が一番大きかったと、はい、今年は彼女ちょっと今成績が出ませんね。あ、浜崎選手です ね、はい、めですね、難しいです ね去年勝ちましたけど ね、 そうなんですね。どういう形でやっぱりこう悩んじゃうんですかね。いや、彼女の場合は多分腰背中がやっぱり痛めてるっていう話だったですね。あ、うん、まあ、やっぱ先ほどの中島選手もそうですけども、やっぱり高校生のあれでやっぱり体調そういう形で崩す選手も、ね、管理がね、難しいんですかね。やっぱりゴルフばっかりですからね。なるほどね、はい、休み暇がないんだと思います、まあ、いや試合が多いですもん先生、はい、もう我々の時はそれこそ、まあ、この大会 の、 まあ、20回21回とちょっと勝たせていただきましたけど1試合しかなかったですもん ね、 そ、 でね、でそのための予選があってっていう形でしたけども、うん、今大体そのジュニアっていうかだけの試合で考えると年間多いとどのぐらいなんですか。そうですね、まず夏休み入ってから全くほとんど試合ですからね。週に何回も試合があったりするわけですか。そうそうそうです。我々もだから7月の20日から自宅に帰ったら3日ぐらいしかありません、はい、ほとんどホテル住まいです。あ、そうですか、はい、じゃあそれ以外の、まあ、ジュニアの大会もあるし、そうなんですね、まあ、選手によってはオープン競技も出るでしょうしってことになると、そういうことなんですね、はい、今の先生の状況よりももっと家に帰らないで、そうですね、まあ、移動が多いですね。なるほどね、例えばその高校の試合だけで、はい、今のこの全国団体個人、はい、それが終わったらすぐ日本ジュニア、はい、その日本ジュニアが終わった後今度は PGA の大会とか全国の選考合宿ということで8月いっぱいまで試合が続きますからね。ほとんどまあ全国レベル、それからオフィシャルな形での大会でもそれだけ続くってことですね、はい、そうです、はい、いやこれはもう今時の高校生は本当に大変ですね。そしてやっぱり見た目ゴルフのプレーって先生そんなハードには見えないじゃないですか、歩くしそうですね、でも実際はやっぱりこれだけ長い距離歩きながらってい う、 こう持久性の、ね、うん、運動とやっぱりシャープに振り切るこのスイングって結構負担かかりますもんね。そうですよね、スイングは綺麗ですよ。少し左に引っ掛けましたけれども、まあ、彼女のプレーぶりも少し見ましたが非常になんかポーカーフェイスなんですよね。そうですね、やっぱり上位に来る子ってなかなかボギーは叩きませんよね、はい、まあ、この日もワンボギーだけという素晴らしい1日目のプレーです。さてこちらは大阪学芸の平岡選手、
彼女は結構体格的にも恵まれていて、シャープなプレーをしますよね。アマチュアランキングも7位ですか。去年の PGM 世界ジュニア優勝。先生今世界ジュニアって、まあ、一応言われるようになって何種類かあるんですか。僕が把握してるところじゃ、やっぱり、ジュニア、オレンジボール、はいはい、今の世界ジュニアで、まあ、ナショナルチームが派遣する、はい、まあ、世界大会がありますよね、はいはい、その3つぐらいは僕は把握してます。それ以外のことは分かりませんね。ずいぶん増えましたねやっぱりね、はい、さて難しい18番ホールです。ここも左ドッグレッグの打ち下ろしでティーショットが難しいホールですけれども、こちらはレイタックの長野選手、ちょっとこう噛み合わないという感じのプレーです。団体では安定してね、こうアンダーパーアンダーパーで、やはり先生おっしゃるようにね、個人戦になるとなかなか同じようにスコア出せていけないという難しさがあります。彼女うまい子ですけどね、西村もね、うまいですね。スコア出てませんね。団体の部門はもうしっかりとやっぱりスコアメイクしてアンダーパーで仕上げてきてます。しかし個人戦のこの初日5オーバーと苦戦してます ね。さあ一つでもへこまして2日目につなげたいところですけれども、結構やはり目が強いです。41は叩いてますね。ね、珍しい彼女にはね。前半はね、ちょっと頑張ったんですけれども、はい、初日は5オーバーということでした。高校女子個人の部、第1日目の結果はご覧の通りです。アンダーパーが11人もいるというハイレベルな戦いです。万年池東コースもやはり風が強かったです。台風の影響で結構ね、そういう、 こう粘りのゴルフが必要だったと思うんですけども、そういうところからすると、まあまあ初日はこらえたかなっていう感じ。そうですね、風もすごい強かったので、耐えれたのは良かったと思います。1位と5打差あるんですけど、やっぱりそれを詰めれるようにはしたいので。 OK、 5アンダーね、はい、頑張ってください。高校最後の大きな大会っていうのもありますし、引退試合でもあるので、まあ、ベストスコアが66なんで、もうそれをこうどんどんピン狙っていって思いっきりいって65を目指して頑張ってきます。 OK、頑張ってください。ありがとうございました。さてそのスターティングホールの1番は403ヤード打ち下ろしのパー4。だいぶスタートする頃には穏やかになってきましたよ ね。2日目はね、その代わりだんだんギラギラと太陽が出てきたんですけれども、まあこの古江選手もなんかスイング見ると安定している選手のように見えたんですけれども、ね、はい、この子もナショナルチームのメンバーですからね、はい、トヨタにも参加しています。なるほど、はい、アマチュアランキング3位ですもん ね。さてこちらは滝川第二の森田選手、チームの主将で選手を引っ張ってます。そして最終組です。この面々、今日は非常にやっぱり天候も安定していると思うんですが、今日の意気込みはいかがですか。そうですね、まあ、3打差なんで、まあ、追いつけるかどうか分かんないですけど、とりあえず自分のベスト出してできるだけ頑張りたいと思います。さてなんか僕もついて歩いたんですけど、はい、結構気持ちが強い選手かなっていうイメージあるんですけれども。なるほどね。左サイズショートカットでこれも飛距離が出てます。今まで強い先輩がたくさん日本ジュニアだったりこの大会だったり勝ってきてるんで、
自分も勝ってプロになって、うん、はい、一緒に戦えるようにしたいなと思います。そうだよね。まあ、沖学園といえば本当に今女子ツアーでね、結構先輩が活躍してますけれども、ゴルフでは名門ですね。おお、いい目線です。これもスターティングホール、いいティーショットでしょう。あ、理想的ですね。非常に距離も出ています。単独トップで迎えて今日の意気込みはどんな感じですか？私の目標がベスト3だったので、はい、でも初日終わってトップでちょっと緊張してるんですけど、うんうん、そのままトップで終われるように頑張りたいです。なんか非常に話をしてると穏やかな子なんですけれども明るいね、はい、これなんかもうみんなからの寄せ書きで気持ちを込めてといったところでしょうけれども、でも緊張する最終日の第1打。非常にバランスがいいですね。そうですね。そんなに飛距離が出る方でもないですよね。距離はそんなに出る方ではありません。はい、ボールが曲がらないですね。曲がらないですね。はい、この最終組、まずは、平岡瑠衣選手、非常に下半身がしっかりとしてますね。はい、ちょっと伸び上がりが早いかなって気がしますね。まあ、その辺ちょっとこう最終日の緊張でしょうかね。そして初日トップの増田選手、こちらの方がやっぱりね、こう、スムーズですね。軸が変わらないでスムーズですね。はい、もう最後までね、このフィニッシュがピタッとこうね、はい、どんなショットでも変わらないっていうのがね、僕の印象だったんですけれども、まあ、そんな中でこの5番ホール、ミードクレックの少し短いパー4です。麗澤2年の吉田選手、4アンダーで来ています。かなり止まりましたね。まあ、よく止まりましたけども、かなりのフォローですね。これ風の読みがちょっと難しくなっている状況です。彼女は関東女子でも勝ってんですね。そうですね。まだ2年生ですけれども、この日も順調にスコアを伸ばしています。そして初日トップの北海学園札幌正田選手、この日は着実にパーを積み重ねてきて、しっかりと手前からいいところに乗せています。こちらは沖学園の後藤選手、もっとこれは少し左、まあ、つま先上がりでね、ちょっと、まあ、ピンを狙いに行き過ぎたのか、まあ、この2人はなんか結構小さい頃から友達らしいですね。らしいですね。なるほど。まあ、でも学校が変わってもね、なんかこう昔から顔見知りだし友達だしということで、お互いにまあ、試合で会えるっていうのも一つの楽しみかなとも思いますけれども、ね、まあ、小学校4年生ぐらいからも教えててますからね、全国大会には。ああ、そうなんですよね、はい、もう我々の時代では考えられなかったことですよね。くー、オンライン惜しいですね。もうその試合の出る子というのは先生もうほとんど普通のフルスペックの14本なんですか？そうです。はあ、小さいから少なくしような、これそういうことはありません。重たいからジュニア用で短いとか、はいはい、ないんですよね。ほとんどフルスペックですね。はい、あ、いつも僕疑問に思うんですけど、はい、あのその時代で普通の大人の長さで大人のクラブ、まあ、軽いにしてもね、柔らかいにしても使って、グリップの太さも我々が使う道具と変わんないじゃないですか、はい、
でも手の大きさって圧倒的に違いますよね。だそういう選手が例えば小学校から、まあ、高校になったら大人の体格になって手もぐっと大きくなってグローブするサイズも変わってきた時に、はいはい、同じグリップの太さだとなんか結構違和感ありそうな気がするんですけどね。この子たちはだいたい2年から3年ぐらいで多分調整してもらってクラブを作っていただいてると思うんです、メーカーの方にね、はい、だからそれなりに一番合ったクラブを作っていただいてるというのを聞いてます。やっぱりその選手の成長に合わせてやっぱりずっとしっかりセッティングしてあるわけですね、はいはい、こちらは今年の日本女子アマ優勝の安田選手、ちょっと出入りが多いですけれども、でもこれだけバーディーを取っています。スコアを伸ばしてきています。さて先ほどの吉田選手、ここまで2位で来ています。でも選手には分かりません。とこうシャープに抑えたショットですね、うん、このホールは本当はやっぱり池越えですし風があるとねそうですね、心配ですね、難しいですよね、非常にやっぱりグリーンが小さいので、うん、結構パワフルですね。そうですね、ピンを狙ってのまあパーですけれども、非常に最終日ここまでいいリズムで来ています。さあ最終組、まずは沖学園の2年生後藤美優選手。いい目線ですね。これをどうだ、おーピンハイに、これは理想的ですね。右からの風ですからね、なかなかやっぱりピンを狙って風を読んで右からは行くの怖いですから、はい、本人も納得してるんじゃないですか。そうですね、はい、コンパクトなトップから本当にやっぱりテイクバック、割と女子の場合は体も柔らかい線もあって大きく深く入るトップなんですけれども、はい、彼女は非常にコンパクトですよね。そうですね、それだけ正確に出てきますからね、さて最終日、今日も確実にここまで一つ伸ばして現在トップの正田選手、これもどうだ、おーほぼほぼラインは出てますね。いつもフィニッシュが確実にこう止まるというバランスの良さです。なんかちょっと伺いました、さすがやっぱ北海道だとこうやっぱ選手もわざわざこう寒いところには集まっていかないんですって彼女言ってたんですけれども、冬場の練習なんかもほとんどやっぱりラウンドができないのでっていう話はしてましたよね。よくここまでスコアが出しますよね。そうですよね。さて後藤選手のバーディーパット、おーしっかり打って追い上げが始まります。まあ、この辺りは最終組ですから、この正田選手のスコアも気になりながらの後藤選手のプレーだと思います。やっぱりボギーは叩きませんね。ね、叩かないですね、はい、しっかりとトップをキープしている正田選手。さてこちらは15番ホール、ティーショットが豪快な打ち下ろし。最終日平岡選手、これセカンドショットです。これは右サイドちょっと左足下がりから薄くは入ってのまずまずのエッジですけども、まあ、そうですね、木が邪魔になりましたからね、はい、このホールはそんな2つで届かないんですけど、これね、僕ついて歩いててカート道路にすっごい跳ねたんですよ今のところまで飛んだのでそれでセカンド狙えたんですね。なるほどね、通常はこの3打目勝負というこの15番ホールです。しっかりと乗せてきます。
先ほど、先生がおっしゃってた、はい、もう絶対奥まで打たないって選手いたじゃないですか。西村選手、はいはい、この日の正田選手もまさしく僕ついて歩いてそんな感じでした。手前でね、はい、ですからこのバックナインに入ってから本当にやっぱりこう、うん、絶対に行ってはいけないところには絶対打たないっていういいゴルフがねここまでできてますね。そして確実にやっぱり下からですからいいラインなの で、バーディーを入れてくると。彼女もパッティングうまいですよね。うん、まあその冬場ですからね、練習はパターばっかりできますからね。確かにそうですね、はい、なるほど、そこまでやっぱり詰めてもうそれだけ集中してやってきてる技が見事に生かされていま す、ね、さて18番、難関の18番、しっかりと追い上げてきている麗澤2年の吉田優利選手。ティーショットはこれ左サイド、ここへ打ってくるということはね、ティーショットかなりショートカットで思い切って攻めてきているところです。さあこれもいいライン側ですよね。怖いんですよね18番も。これなんかプロの試合のようにリーダーボードがあればもっとなんかティーショットが痺れるようなホールですよね。見事にパーと、今日3アンダー、トータル5アンダーフィニッシュでのナイスプレー、吉田優利選手でした。そして最終組の争いです。まずは右のファーストカットから、ここまで2位の沖学園2年、後藤美優選手。少し右に出たかな、つま先上がりの左足下がりですからね。バンカーですね。傾斜としては一番難しいショット。まあ、でも追いかける立場としてはもう狙わざるを得ないといったショットでした。さてそしてフェアウェイのいい位置から現在トップの正田選手、最後までフィニッシュがピタッと決まっています。見つめる目線もまっすぐ、仕方ないでしょうね、うん、ここはね、うん、まあ、でもはっきりとしたこう自分のランキングがわからない中でもまあ上位にいることを自覚しながら本当にこう狙ってくるラインがね、こうマネジメントがうまいなという選手を感じましたね。さてバーディートライ、これもスネークラインいい感じです。本当にこうパッティングが冴えています。さて後藤選手のフィニッシングパットになるか、パーパット、バンカーからナイスアプローチでした。ナイスパー、ね。この日は2アンダーということで、2つ伸ばしてトータル6アンダーでフィニッシュです。そして最後、正田選手はナイスパーで8アンダーということで、2日間トータル見事な優勝ということで、こうやってチームメイトに抱きつかれています。周りの方が盛り上がってましたよ。でもなんかチーム3人で、部員が3人で初めて団体に出れたっていうふうに言ってましたよね。さて高校女子個人の部最終成績です。優勝は北海学園札幌2年の正田夢乃選手です。見事優勝しました正田夢乃選手と、それから単独2位ですごくいいプレーをした後藤美優選手に来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、まず2人で握手ちょっと、もうすごいいい試合したから お疲れ様。ありがとうございます。優勝争いとかをしてる中で、後半3アンダーで回れたっていうのは、うん、自分の中でもいい経験と自信になったので良かったと思います。すごい緊張してて、はい、高校入ってから最終組で回るのは初めてだったので、うんうん、まあ、今回60代で回るっていう目標も達成できたし、優勝できたのですごく嬉しいです。シュークリームでよかった。泣いてる。泣いてるの。泣いてんの。涙さて落ち着いてインタビューを受けてくれましたけれども、後藤選手もこのように悔し涙で
願いします。